こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、センスよく見える大人の名作財布7選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルではメンズファッションの基本をですね、解説しているわけなんですが、その中でも財布というテーマは多くの方が興味があるのかなと思ってるんですね。過去にもですね、財布の動画を撮ったことがあるんですが、この数年で皆さんのライフスタイルも大きく変わってるかなと思うんですね。かつてはお財布といえば長財布がですね、圧倒的な人気だったと思うんですね。お金持ちはみんな長財布を使っているみたいな言葉もあったりして、僕自身もですね、数年前までですね、結構長財布を使っていましたが、最近はですね、スマホ決済だとかキャッシュレスの影響で財布も小型化しているかなと思うんですね。僕も最近では長財布は持たなくて、ある程度コンパクトなものを持つようになりました。だけどもまだですね、小銭が必要だったりとか、お札を使わなくちゃいけない場面もちょこちょことあったりするので、完全移行できない方もいらっしゃるかなと思うんですね。またお仕事柄ちょっとこう長財布の方が様になるという方もいらっしゃるかなと思うので、かつてお財布についてですね、しっかりと解説した頃から、お財布の形というところには様々なバリエーションといいますか、正解の形が広がってるかなと思うんですね。ですので、今回は改めて今買うんだったらこのあたりのお財布が間違いないですよというところを徹底的に解説をしていきたいなと思います。ちなみにインターネットで大人の財布と検索すると、意外とですね、広告が出てくることが多くて、一体どれを買えばいいのかわからないという方も少なくないかなと思うんですね。ですので、今回はスタイリスト歴15年の僕がですね、実際に自分自身が買ってきた経験値と、お客様にも本当にいろんな財布をご紹介してきたので、そういった経験値から大人におすすめできるようなセンスよく見えるお財布をですね、7つ厳選してご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に大人の男性におすすめしたいですね、センスのよく見えるお財布を皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、冒頭にもちょっと触れた通りですね、最近はお財布のですね、形も結構様々なものがあるんですね。いわゆるこう長財布みたいなものもあれば、二つ折りもありますし、三つ折りタイプもあったりだとか、あとはちっちゃなですね、小型の財布みたいなものもあるので、様々なバリエーションを皆さんにご紹介したいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思います。ということで、まず一つ目ですね、皆さんにご紹介したのはこちらですね、ベオマレザーカンパニーのですね、三つ折り財布になります。ベオマというですね、ブランド名はまだまだですね、認知度としては低いかなと思います。というのも最近ですね、誕生したブランドだからなんですね。ただこちらの財布を見ていただくと、ピンとくる方が結構多いんじゃないのかなと思います。イギリスの名門ホワイトハウスコックスの三つ折り財布ですね、これとほとんど似たような形状してるんですね。というのも、実はホワイトハウスコックスというですね、名門ブランドが2022年にですね、生産終了になってしまったんですね。そのホワイトハウスコックスにいらっしゃったですね、熟練の職人の方々をですね、集めて新たな工場を作ってスタートしたのがこのベオマというブランドなんですね。ですので、ホワイトハウスコックスの DNA が受け継がれる形でですね、ベオマは誕生しているので、こちらの商品も非常に近しいデザインになってるんですね。この形といえば、やっぱりホワイトハウスコックスの中でも最も人気あったもので、やっぱりですね、長く使うものにはそれなりの理由がありまして、三つ折りタイプの財布なので、大きさで言うと長財布よりはちょっとコンパクトめなんですね。手で持ってもそこまで大きすぎないのが気持ちのいいサイズ感で、三つ折りになってまして、蓋の部分がちょっとこうラウンドしているですね、柔らかい弧を描くようなですね、デザインになってるんですね。これがまたちょっと可愛らしい雰囲気もあるんですが、デザイン自体はシンプルで使いやすいような、そういったお財布になってるかなと思います。財布にはそこまで大きなデザインのですね、トレンドってないんですね。形においては小さくなったりだとか、そういったところはあるんですが、このような三つ折りタイプの財布というのはもう随分前からありますし、これからもですね、継続してリリースされるかなと思うので、一度持ったら長い方だと、もう本当にですね、5年とか10年とか使うような、長い付き合いになるような、そんなお財布かなと思います。素材にはですね、ブライドルレザーを使っていまして、堅牢なんですよね。作りもすごくしっかりとしているので、使えば使うほど味わいが出てきて、色に深みが出たりだとか、傷なんかも刻まれていくんですが、それまた味わいになったりするわけで、経年変化を楽しめるような、そんなお財布かなと思っています。ホワイトハウスコックスの頃
ところはカラー展開結構豊富だったりしたんですが、今選ぶのであればブラックですとかダークブラウンですね、このあたりが長く使うにはすごくいいんじゃないのかなと思います。お財布もちゃんと収納できますし、小銭入れもですねしっかりとしたスペースを設けているので、そのあたりもありがたいですね。カードのスペースとしてはそんなに多くなくて4枚ぐらい入るぐらいなんですが、小さな隙間があったりするので、そこにカードなんかを入れるとさらに収納量は確保できるかなと思います。まあ、今回ご紹介するお財布の中でも歴史があってなおかつ経年変化ですね、ここを楽しむというところでは唯一無二の存在かなと思います。僕自身もホワイトハウスコックスのお財布は一度使ったこともありますし、お客さんにも何度も何度もご紹介してきたような本当にですね名作なんですね。その意思を受け継いだベオーマンのですねこちらのお財布は今後のマスターピース的な存在になるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のですね財布なんですが、こちらですね、ラルコバレーノのスマートカードウォレットですね。これまたもう名作でいろんなショップでも取り扱いがありますし、たまにですねこう別注バージョンもあったりするので、そういったところも含めてなかなかですね魅力的なお財布かなと思います。ラルコバレーノも昔からあるようなブランドではなくて、割とですね最近誕生したブランドなんですね。名前からするとちょっとこうイタリア系のブランドなのかなと思うんですが、日本でデザインされたものをですねイタリアで生産するというような、まあ、そういった背景を持ったブランドなんですね。まあ、日本のですねものづくりって細かいところまで配慮されていまして、使い勝手がいいんですよね。結構海外製のバッグとかって雰囲気はすごくいいんだけども、内側の構造がざっくりとしていて割と使い勝手が良くないなというものも少なくないんですが、そのあたりは日本人の感性でしっかりと使いやすく、機能美みたいなところもですねしっかりと追求されたような、そんなですねお財布になってるんですね。でこちらの財布は結構コンパクトなんですね。手のひらに収まるぐらいのサイズ感で、まあ、現代にマッチしたようなそんなですね小型の財布になってるんですね。ただ開いていただくとですねちゃんとお札を入れるスペースがあって、折らずに紙幣を収納することができるんですね。あとは小銭入れのスペースもですね背面にありまして、ジップで開けるとですねそこからアクセス可能なので、このあたりもすごく便利なんですね。小銭の枚数はそんなに多くは入らないですが、まあ、現代においては本当にこう必要最低限の枚数だけ入れとけばいいので、僕はこれぐらいで十分かなと思ってるんですね。でカードのスペースは6枚ちゃんとありまして、まあ、これぐらいに抑えられるとやっぱり理想的かなと思うので、コンパクトな財布としてはすごくありがたいかなと思います。で素材にはヤギ革を使ってるんですね。ですので革自体薄くて柔らかくて軽量なんですね。そのあたりの使い勝手の良さというところも存分に楽しめるのがラルコバレーノの魅力かなと思っています。まあ、カラー展開も豊富なんですが、結構ですねベージュとか柔らかいカラーなんかもいいですし、ダークブラウンなんかもいいと思います。内側の色なんかも発色が綺麗だったりするので、そういったところも含めて結構女性からの評判も良かったりするんですね。まあ、ラルコバレーノはメンズだけではなくてウィメンズもやってたりするので、そういったところも含めて男女ともにですね好印象のそういった財布のブランドかなと思うので、ぜひ皆さんもですねこちらの財布チェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね長財布を皆さんにご紹介したいなと思います。僕は個人的にはコンパクトなお財布の方がサクッと持ち歩けますし、ポケットの中にも入れられるのですごく好きなんですが、ただやっぱお仕事柄ちょっとこう重厚感のあるお財布を持っていたりだとか、信頼感を高めたいという方であれば、やっぱりですね長財布っていうのは未だにですね最良の選択かなと思うんですね。なので今回も一つだけですが皆さんにご紹介したいなと思います。今回ご紹介したいのはですねこちらですね、ボナベンチュのですねロングウォレットシュリンクレザーですね。これがまあ非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。実はですね先ほどから手元に携帯を置いてあるんですが、僕の携帯のですねこのカバーもですねボナベンチュラのものなんですが、まあ、レザーの質感がすごく良くて大人っぽくて上品なデザインなので、まあ、結構今人気のブランドの一つなんですね。もともとボナベンチュラというとやっぱりスマホケースのイメージが強かったんですが、今ではレザー小物いろんなものを作ってまして、それぞれ人気が非常に高いんですね。まあ、こちらの長財布においてもデザイン的には非常にミニマルなんですね。変に主張することがないので、大人の男性にもすごく使いやすいのがボナベンチュラのですね様々な商品の一つの共通点かなと思います。まあ、やっぱりレザーの質感がすごく良くて、シュリンクレザーを使ってるんですけども、結構細かめの脂肪感でこの辺りも上品な雰囲気が漂いますし、レザーの素材はですね結構有名なブランドものを使ってるので、まあ見え方としてはすごく上品ですね。デザインがシンプルであればあるほど素材勝負というところにもなってくるかなと思うので、そういったところはデザインとレザーの質感の親和性ですね、このあたりがすごくバランスが取れているのがボナベンチュラの特徴かなと思っています。まあ、で外側にはほとんど装飾性がなくて、開くとですね左側には大きめのですねジップがついていて、小銭もしっかりと収納ができます。もちろん長財布の最大の特徴としてはお札をですね折りたたまずにですね入れることができるので、そのあたりも非常にスマートな見え方になってくるかなと思っています。でスーツの内ポケットなんかにも入れられるような薄さですね、このあたりも配慮して作られています。
られているので、非常にデザインで見ても機能性で見ても美しいバランスのお財布かなと思うので、今長財布で選ぶのであればボナベンチュラ一押しかなと思っています。まあ、カラー展開も結構豊富でブラックが鉄板なんですが、個人的にはボナベンチュラというとエトープですね、ちょっとこうベージュとブラウンの間ぐらいのカラーが結構上品で柔らかみがあって素敵だなと思うので、このあたりもおすすめかなと思っています。男性だけじゃなくて女性にも非常に人気のブランドなので、そのあたりも含めてぜひ皆さんですね、こちらの長財布チェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のお財布なんですが、コンパクトなものを皆さんにご紹介したいなと思います。まあ、最近いろんなブランドとのコラボレーションされていまして、セレクトショップなんかでも取り扱いが増えているアエタのですねお財布をご紹介したいなと思います。ウォレットタイプ A ミニというものですね。まあ、こちらはですね、僕は全く同じものは持ってないんですが、もうちょっとコンパクトなですね小銭入れタイプのものを僕も所有をしています。アエタはですね日本のブランドなんですね。2015年ぐらいにですねスタートしたブランドで、まだまだ新しいブランドではあるんですが、非常にデザインがですねミニマルなんですね。本当に無駄がないんですよ。ブランドのロゴなんかもほとんど見えないようなすごくシンプルなものが多くて、結構アエタの商品っていうのは僕も好きなんですね。僕が一番最初にアエタの商品を見たのはシボネというですねインテリアライフスタイルショップがあるんですけども、そこで発見してですね、昨年ぐらいですかね、こちらのお財布を買いました。こちらもコラボレーションモデルになってまして、グラフペーパーというドメスティックブランドとコラボレーションして作っているものなんですが、レザーの質感もすごくいいですし、すごくシンプルなんですけども一切無駄がなくて、なおかつ今旬なブランドの一つでもあるので、これは持っていて気分が上がるような、そういったお財布かなと思います。これまでご紹介したようなお財布とはまたちょっと方向性が違って、新進気鋭のドメスティックブランドという僕の中では位置づけなんですが、ファッション感度の高い方に愛されるブランドなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。こちらのミニボレットに関しましてはコンパクトなんですけども、スナップボタンで開けるとちゃんとお札入れるスペースもありますし、小銭入れるスペースもあるので、最小限のお財布でいいという方にはすごく便利かなと思います。手のひらに収まるぐらいのサイズ感なんですけど、意外と収納量があるんですよね。このあたりがすごくよく考えられているポイントかなと思いますし、本当に現代的なお財布だなと思うゆえんなんですね。ちゃんとカードを入れるスペースなんかも確保されているので、そのあたりも安心です。キャッシュレスだとか、あとはカードを使うことが主に多い方であれば、この財布はめちゃくちゃハマるかなと思います。ブランドの主張がないんだけども、素材の質感だとか細かなデザインの配慮で人との違いを出すという意味では本当にですね素晴らしいお財布かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目のお財布なんですが、こちらですね、エンダースキーマのエルパースというお財布ですね。まあ、最近ですね感度の高いショップに行けば、まあ、大体エンダースキーマは置いてあると思うぐらいですね、非常に人気が高いのがこちらのブランドなんですね。まあ、先ほどアエタというブランドもご紹介しましたが、結構個人的には革小物のブランドとして二大巨頭かなと思ってます。エンダースキーマの方がやっぱり取り扱ってるショップが非常に多くて、まあ、アパレルでも取り扱いがありますし、やはりインテリアショップだとかライフスタイル雑貨のお店なんかでも取り扱いがあったりするので、まあ、目にする機会もあるんじゃないのかなと思います。お財布も作っていますし、あとは革小物ですね、こういったクロシェットみたいなものも僕は所有していますが、エンダースキーマはレザー系のものをいろんなものを作ってますね。まあ、結構レザーシューズなんかもすごくかっこよくて、ヌメ革で作ったですねスニーカーなんかも非常にですね有名かなと思うんですが、このエンダースキーマのお財布も僕は一つ持っています。形はちょっと変わってくるんですが、まあ、L ジップですね、こういったジップがついてるんですけども、 L 字型こういったものが結構多い印象なんですが、まあ、これだとちょっとちっちゃすぎるかなと思うので、まあ、今回ご紹介する L パースですね、このあたりがちょうど使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、正方形に近いような形でコンパクトではあるんですが、割と収納量としては少なくないかなと思うんですね。内側の構造としては割とシンプルなので、めちゃくちゃ財布としては使いやすいかというと、そういった類ではないと思うんですね。やっぱり雰囲気ですよね。エンダースキーマの持つ独特のこの世界観といいますか、デザイン性ですよね。ブラックベースのですね L ジップになっていて、ミニマルなデザインではあるんですが、このサイドの部分のパーツですね、ヌメ革のような柔らかいベージュ色のですねパーツが使われていて、そのあたりがデザイン的にもワンポイントになってるんですね。僕の中ではエンダースキーマというとヌメ革の印象が結構強かったりするんですが、そのあたりもパーツ使いで表現されているので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。レザーにはですねローをたっぷりと塗り込んでいまして、このあたりも経年変化が楽しめるような、そういった質感になってるかなと思います。使えば使うほど傷がついたりだとか、味わいが深くなったりだとか、美しい光沢感みたいなところも楽しめるようなお財布になっているので、そういった意味ではベオーマのお財布ともちょっと近しいところがあるんですが、デザインにちょっとエッジが効いているというところではすごくですね現代の雰囲気に合ったようなお財布かなと思うので、こちらもぜひチェックをしていただければなと思っています。
はい、続いて6点目のお財布なんですが、こちらも長財布皆さんにご紹介したいなと思います。先ほどご紹介したボナベンチュラのものは本当にシンプルなですね、王道感があるものだったかなと思うんですが、今回ご紹介するのはこちらですね、ガンゾのフレンチカーフラウンドファスナー長財布ですね。まあ、いわゆるですね、長財布なんですけども、ラウンドチップがついていまして、しっかりと収納量をさらに確保したような、今回ご紹介する中では最もですね、きれいめのお財布になってくるかなと思います。まあ、ガンゾといえば、まあ、結構日本のですね、レザー系のお財布の中では三大巨頭に入るぐらい有名なブランドではあるんですが、熟練の職人さんが丁寧にものづくりを行っているので、長く使えたりだとか、非常にですね、人気の高いブランドの一つなんですが、まあ、ガンゾといえば素材コードバのイメージがすごく強いんですね。ベオーマだとかホワイトハウスコックス同様にですね、経年変化を楽しめるような、ちょっとこう男臭い感じのするブランドではあるんですが、こちらのジップ式の財布に関してはやっぱり形状としても結構上品さが漂うので、それに合わせて素材使いもですね、いつものコードバではなくてですね、フランスのですね、名門ターナーであるデュプイ社っていうのがあるんですね。ここの素材を使った上品な質感の長財布に仕上げてるんですね。この質感がなかなか雰囲気いいなと思ったんですね。まあ、デザイン的にはあまり特徴があるわけではなくて、ミニマルで使いやすいような、主張も強くないようなデザインになってるんですね。それはやっぱり先ほどもお伝えした通り、素材が良いからできることなんですね。ボナベンチャーもそうでしたが、素材の質感が良ければあんまりデザインゴテゴテしなくても素敵なお財布が出来上がるわけなので、あとは高い技術力ですね、そのあたりとのバランスも含めて非常に完成度が高いお財布になってるかなと思います。まあ、収納量もやっぱりですね、長財布なのでしっかりと確保されていますし、お札も折らずに入れることもできるかなと思います。先端部分にはですね、小銭入れスペースもあるんですが、あえてジップつけてないのでサクッと取り出しやすいのも嬉しいポイントかなと思います。本体の外側にジップがついてるので、まあ、あえてですね、内側にはジップつけてないというところも含めて、まあ、アクセスは意外としやすいかなと思うんですね。まあ、素材自体も薄作りで、そこまで重量感がないような形になってますし、シュリンクレザーのシボ感ですね、このあたりも非常に美しいお財布になっているので、ガンゾの作る上品なフレンチライクな素材使いのお財布というのもなかなか雰囲気がいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでラスト7点目のお財布は、今回の動画の中で唯一のいわゆるこうブランドものですね。まあ、お財布といったらルイ・ヴィトンだとかグッチだとかバレンシアガだとか、まあ、いろんなですね、有名ブランドのものをですね、想像される方が多いかなと思います。そのあたりはですね、結構趣味の領域かなと思ってまして、自分の好きなブランドがあればそういったものを使うのもいいかなと思うんですね。まあ、僕もそういったお財布を使ってた頃もありましたが、個人的にはですね、結構ブランドもののお財布というよりは、今回ご紹介したような名前自体はそこまで知名度は高くないんだけども、大人の男性に似合うようなミニマルで上品な雰囲気のお財布、このあたりがいいんじゃないのかなと思ってるんですね。ただやっぱりお財布にもブランドをですね、ある程度こだわりたいという方もいらっしゃるかなと思いますし、そういった方のために僕がいつもおすすめしてるのはもうこれですね。私物として使っていてですね、最近買ったお財布の中では最も長く使っているジャンルかなと思います。メゾンマルジェラのフリップフラップウォレットというものですね。僕はですね、お財布を結構定期的に買い替えるんですね。まあ、ライフスタイルが変わったりだとか気分変わるとですね、すぐお財布を変えたがるんですが、その中でもこちらのお財布に関しては長く持ってる方だなと思ってまして、しかもこれから先もですね、しばらく使いそうな気配がしてるんですね。まあ、元々はですね、プライベートで使うお財布に関しては先ほどのアエタですとかエンダスキーマだとか、そのあたりのちっちゃなもので十分だなと思っていたんですね。で、お仕事用のお財布としてこちらのですね、マルジェラのものを使ってたんですが、サイズ感はですね、やっぱりスマートウォレットに比べるとちょっと大きめなんですね。だけども手のひらに収まるぐらいのサイズ感なので、まあ、正直ポケットの中に入れといてもそこまで邪魔にならないんですね。なので最近ではこれメインにしてですね、お仕事でもプライベートでもこれ1個で済ませるようにしてるんですね。なんだかんだでお札使うこととか小銭使うことあるんですね。あ、ここ現金だけかという時に、本当に紙幣を持ってなくて ATM に走ったりだとか、子供にせがまえてガチャガチャをやる時に小銭がないだとか、なんだかんだで不便だったりするので、2つ折りのお財布ですね、このあたりに最近は収まっています。これはですね、使い勝手ももちろんいいんですが、やっぱりこのデザインのミニマルさですね、サイズ感もコンパクトでちょうど良くて、このジップの位置だとか配置もすごくいいし、このレザー部分の持ち手も含めて、まあ完璧なバランスなんですよね。内側開けてみるとこんな感じですね。今カード抜いていますが、しっかりとカードも6枚ぐらい入るのかな。で、この内側とかにもちょっと入れることが
ができるので、割とですねカードの収納量もたくさん入るんですね。でお札もですねしっかりとこの部分に入れることができます。で上部にですねこういったジップで小銭入れのスペースもあるので、まあ、完璧なんですよね。レザーの質感も良くて、まあ、脂肪感これもしっかりとあるんですが、ヤギ革ですね、この辺りも薄作りですごくバランスがいいと思いますし、まあ、経年変化を楽しめる系ではないんですが、こういった脂肪感のある革ってそんなに傷が目立たないんですね。でブランドの主張としてはここですね、4点止めのステッチなんですが、これ見る人が見たら分かるんですが、ほとんどの人は分かりません。これ親御さんにですねステッチがついてるから切った方がいいよとかですね注意されるような、そういった部分もあったりするぐらい、まあ、知名度としては知ってる人は知ってる程度かなとは思うんですね。ですがこのステッチの満足感っていうのは確かにあるかなと思ってまして、僕もマルジェラというブランドがものすごく好きでいろんなお洋服を持っているというわけではないんですね、まあ、カーディガンだとかニット系が何枚かあったりだとか、あとはですねスニーカー好きで結構マルジェラのものを何個か持ってるんですが、基本的にはマルジェラのですねエッジの効いた服よりは結構革小物とかの方が好きなんですね。割とミニマルで使いやすかったりしますし、その中にもブランドの主張というのは多少あるんですけども、でも他人から見た時にそこまでギラギラした感じがしないので、個人的にはこのお財布めちゃくちゃ気に入っています。本当にお財布はもう何度も何度も悩んであっちこっち行ってましたが、しばらく落ち着けるような名作に出会えたので非常に満足しています。まあ、値段はやっぱり安くはないんですが、まあ、ちょっとお財布ぐらいは頑張って気分が上がるものを持とうという方にはですね、こういったマルジェラのお財布という選択肢もあるので、まあ、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではセンスよく見える大人のお財布7選というテーマでお届けをさせていただきました。これ保存版にしてもいいんじゃないのかなと思うぐらいですね、結構力入れていろいろとリサーチをしてですね今回の動画を撮影してみました。なかなかお財布の情報っていろいろ溢れてるようで、ちょっと PR 的なところが入ってたりだとか、これ本当におしゃれに見えるのかなっていうものがあったりだとか難しかったりするんですよね。ですので今回は PR でも全くなくて、僕自身の私物だとか実際にですね何度も何度もお客様に提案してきたような名作を中心にですね皆さんにご紹介させていただきました。名作もあればエンダースキーマだとかアエタのような、まあ、新進気鋭のブランドもあったりだとか、結構様々だったと思います。形のバリエーションも多かったですよね。まあ長財布もあったりだとか二つ折りもあったりだとか三つ折りもあったりだとか、このあたりは皆さんのライフスタイルだとか好みに応じて選んでいただければなと思っています。またそれぞれのブランドの中でもお財布のバリエーション結構豊富なんですね。例えばボナベンチャーで長財布ご紹介しましたが、もっと違った形状のものもあったりするので、今回ご紹介したブランドの中でも様々なお財布を検討していただくのもいいかなと思います。これから5年だとか10年単位で見てもどれもベーシックで使いやすいものかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。